皆さんこんにちは、あずちゃんです。ぶんちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。皆さん全然文旦のことを見てなくて寂しかった？寂しかったでしょう。何やってたの？試験勉強してましたずっと勉強してたよ。でやっと試験が終わって一緒に出てくれるようになりました。で今回のテーマなんですが、これつけてるので今日は動物の企画です。イエーイ。動物の企画なんですけれども、なんか普通の動物の名詞を紹介するではなくて、なんか動物の鳴き声を紹介したいと思います。あ、鳴き声？そう。え、全部一緒でしょ？なんか結構台湾と日本は違うんですよ。なので今日はその違いについてちょっと文旦と一緒に比べてみたいと思います。よし。猫の鳴き声、にゃーにゃーにゃー。台湾はみゃーお。だって猫はにゃーにゃーにゃーって言わないでしょ？言わない。なんか日本は子供に絵本とか読ませるときになんか可愛く鳴き声をつけさせてるのかなっていうイメージがあるね、俺は。でもミャオミャオも可愛くない？可愛いけどちょっと現実的かな現実見えちゃダメってことコケコッコー。全然そんな感じに聞こえないね。実際言ってないけどね、日本ではそういう。台湾はコッコココなにうまいね漢字はないんですよ。漢字はないんだけど、コケコはなんかカタカナでコケコって書けるでしょ。でもこっちはなんか私が知らないかだけかな。台湾はミエミエ漢字。ミエミエ。でもなんか鳴くのがメーってしてるんだけど。めちゃうめえ。書くときにミエミエミエって書く。そこはちょっと日本の方が似てるような気がする。でも書くときにもメーメーって書くでしょ。メーって感じ。じゃあ毎変わらないんじゃない？何がふんのなブヒブヒブーブー2個ある。台湾はゴーゴーゴーって感じ。全然可愛くねえなだってどうしてもブヒブヒって聞こえないんじゃない？いやまあ言ってないけど、日本じゃもうその言い方が定着してる。で日本でブヒブヒっつったら、ああ豚のことだねってなる。こっちはほんとコッ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 。そうそう、豚はそんな感じだよ。あ、でもほんとそんな感じだね、実際は。ヒヒーン。ヒヒーン。ヒヒーン。台湾は、でも、そんな決まってるようなものがないかもしれない。あ、ないんだ。そう、でも、なんか真似できる。なんか、おい。って感じ。なんでそんなクオリティ高いの、ゆうちゃん。もう一回もう一回。でも本当そういう決まってる感じ、またはみんなはそれで、あ、これ馬だっていうのがないかもしれないね。私は分かんないかもしれないかな。皆さんしたらコメントをして教えてください。シャー。はい。シャーシャー。何回言わせんだよだっておかしいもん、絶対シャー。だってこう来て口開けてシャーって。本当そんな声出すの？出さないかな。わかんないのか。台湾は、泣いてる？それ、動いてる移動の音じゃないの？それ違う違う。ベロね。そう、これ口でしょ。これね。そう、出る時にそんな音しないよ。するよ。だってシャーとかしないでしょ。シャー。あれ鳴き声？違う、歩き音。あ、だって泣く？ゴキブリって泣かないんだけど、でも面白いかなと思って入れた。動作的にはカサカサ。そう、カサカサ。日本人はそのゴキブリの音をそういう表現するのが面白いなと思って。え、台湾はそういうのないの？ゴキブリ来た！そういうカサ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 はないかもしれない。よく漫画とかで出てくるよ。そう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 。あとゴキブリ以外何あんの？例えば蜂、ブーンみたいな。ブン？ブーン。蜂そんな重いものなの？いや蜂ってなんか飛ぶときにさ、羽がこうやってブブブブブブって。これブブブって言うの？そうそうそう。なんかパパパパじゃなくて、台湾もし羽がこんな感じで動いたら、パパパパパパっていう。可愛いね。ネズミ。チューチュー。チューチュー。台湾はチョチョチョ。チョチョチョ。そんな鳴き方すんの？台湾のネズミは。チョチョチョイ。チュチュチュ。でしょ？ほら。
日本と一緒じゃん。中っていう感じがないから。あーなるほどね。でも喋るネズミもいるけどね。ちなみにふーちゃんはミッキーマウスのモノマネすごいできる。ドナルドダック。そう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 。ピッ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 。顔、これ YouTube 流せないよ。なんかこんな顔。あまりにも思い浮かべなくて。マジ。え、台湾は？ちょちょちょ。また？ちょさっきも出なかったっけ。ネズミとあまり変わらない。ネズミと鳥が一緒なんだ。そう、ちょちょちょだよ。ちょ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 。あ、ちょっとでも可愛らしいんだね。日本はチュ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 。さっきピーじゃなかった。あ、そうだった。はい、以上です。皆さんも日本の動物の鳴き声分かりましたか。皆さんどうだったですか。日本と台湾の動物の鳴き声全然違いましたかね。全然違うんですよ ね。意外と違ったね。その違う言語を勉強するのがもう本当すごい面白いと思ってるんだよね。うん、でもそれもさ、絶対文化の違いじゃん。うん、そう。だって日本はさ、子供に分かりやすく多分可愛く言ってんだよ。ケロケロとか。だから実際言わないけど、うん、可愛く言って、もうそれがもうずっと子供の頃から教えられてきて、もう今まで大人になるまで定着してる。だからもうこれを言われたらもうこの動物っていう風にもうね、記憶がね、植え付けられてる。他の国じゃもっと違うってことだよね。多分そうだと思う。ね、いろんなそういうのをちょっと見てみたい。もしここの国ではこういう鳴き声だよってあったらコメントください。そう、もし面白いなんか鳴き声があったら本当ぜひ教えてください、ね。ではもし、また違うテーマを私たちに作ってほしいものがあったらぜひコメントで教えてください。あとこの動画もし少しいいねと思ったらぜひいいねを押して、で私たちのチャンネルを登録してください。お願いします。 Yes, 阿杜请开启小铃铛啦。那我们下次再见，拜拜。拜拜。 See you next time, 拜拜。拜拜。ふーちゃん、ふーちゃん、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。